では一言お祈りいたします。天のお父様、尊い皆をあがめます。これから御言葉を開かせていただきます。どうぞ今日の御言葉も主ご自身がお語りください。また私たち一同御言葉によって祝福してください。このようなさまざまな誘惑の多い時代であります。その中にあって真理の御言葉を私たちに与え、正しい道を、命と祝福の道をまっすぐに歩むことができますように、また聖霊様が私たちを助け導いてください。これからの時一切を見てみられます。どうぞこのしもべを十字架の陰に隠し、ご自身の栄光だけを表してください。尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は神様の栄光を表す体、体ですね。コリント人への手紙第1、6章12節から20節になっております。コリントの教会でもさまざまな教えというのがあったようですけれども、これは当時のことに限らず現代でもやはりいろんな教え、いろんな考えというのはたくさんあります。現代のはいろいろあるかなというのを思いますね。ただ時代によって考え方、教えというのは変わっていきます。現代の日本でもありえないな、今私たちの考え、また生活習慣の中では到底ありえないなというような風習も過去には当然のことに行われていたということもやはりあります。ですから昔の話を聞くと、そんなこと本当にやってたのというようなことね、やはりありますね。コリントの教会でもたくさんの問題があったんですが、不貧困の問題、これも実は当時のギリシャの思想、教えというのが影響していたと考えられます。私たちはそのようなさまざまな影響、教えの影響を受けます。時代によってさまざま変化する教えを受けて、さまざまな価値観、それに左右されやすいんですけれども、今日このようなところ、今日の御言葉を通して真理の御言葉に立って、どのような時代にもあっても御言葉は変わりませんので、御言葉に従って正しい道を選び取っていきたい、そのようなことを教えられたいと願っております。今日お話しさせていただくことは、修法の後ろですね。一番、体は主のためにあるということ。体は主のためにある。そして二番、キリストの体の一部である。キリストの体の一部である。そして今日の適用は、自分の体で神様の栄光を表すということです。このような内容になっております。これを覚えながらですね、今日の御言葉ご一緒に聞いていきたいと願います。では聖書をお読みいたしますので、どうぞご覧ください。まず12節から14節拝読いたします。全てのことが私には許されたことです。しかし全てが益になるわけではありません。私には全てのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されはしません。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく、主のためであり、主は体のためです。神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。当時のギリシャの思想、コリントの人たちに影響を受けたであろう思想、その中には食物であったり、またこの肉体ですね、体、これはやがて消え去ってしまいます。ですからこのような消え去ってしまうものに関しては何をしても構わない。食べ物や肉体というのは
魂や霊に影響を与えることはない。永遠に残る魂、霊に影響を与えることはないので、食べ物だったり肉体であったり目に見えるものですね、そのようなものが別に何をしても構わないだという思想があったそうです。その思想にこのコリントの人たちも影響を受けていたことが十分に考えられるんですね。ですから彼らも何を食べても、また体についても、何をしても、たとえ悪いと分かっているようなことであっても、どうせ霊には影響がない、魂には影響がない、だから大した問題ではないんだと考えていたと思われます。それに対してパウロは、確かに食べ物も体も神様が滅ぼされる、ですから永遠のものではないということを認めています。確かにそうですね、食べ物なんか永遠に残ることはありません。腹も永遠に残りません。これは確かなことです。神様はどちらも滅ぼされます。それを認めた上で彼らが見落としている重要な点を指摘します。信徒の体は主のために存在するということです。これをコリントの兄弟姉妹が見落としている。この世のコリントに流行していた思想に惑わされて、あなた方の体は主のために存在しているのだということ、この真理を見落としていますよということを教えています。父なる神様はイエス様を死から蘇らせてくださったということをまず思い出さなければなりません。イエス様は死んで朽ち果てる肉体を持っておられました。十字架で苦しまれる、そのような肉体を持っておられました。鞭打たれたら当然傷つき、血を流す、そのような肉体を持っていたわけです。ですが十字架を通して、十字架の死と埋葬を通して、その体は朽ちない栄光の体へと変えられました。イエス様が墓からよみがえられた後、その体はこの世のものとは全く異なっていましたね。扉に鍵がかけられていた部屋にもイエス様は普通にその彼らの弟子たちの真ん中に現れた、そのような栄光の体を持っておられた。ただその栄光の体は全く別物かというとそうではなく、手に釘の跡があった、そのように連続性があるんですね。今までの体とやはりつながっているけれども、朽ちないものに変えられていた、栄光のものに変えられていたということがあります。それと同じようにイエス様を信じた信徒の体も同じようになります。今はまだ永遠に残ることがない朽ちる体です。これは皆さんも経験していますね。経験中だと思います。だんだんあちこち傷んできます。弱ってきます。朽ちていきます。ですがその体がイエス様と同じように栄光の体に変えられます。この弱い体がなければ変えられることはありません。ですからこの体も非常に大切なんですね。この体非常に大事です。当時のコリントの信徒は、信徒の体っていうのもやはり食べ物と同じようにどうせなくなってしまう、ですからどんな使い方をしても霊的に影響はないんだというふうに考えていましたけども、その主張は間違っていますよということをパウロは教えています。信徒の体はイエス・キリストと結ばれている、主のために存在するんだということをここで教えていますね。信徒の体は神様によってすでに新しくされています。霊において新しくされ、そして肉体においてもすでに新しくされています。
もはや自分勝手に体を用いるのではなく、主のために用いなければならない、そのことをまずパウロは教えています。続いて15節からですね、15節から20節、あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人は一体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮である。あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。イエス・キリストを信じた人はイエス様の死と復活に結び合わされています。聖書はそのように教えていますね。イエス様を信じた人はイエス・キリストの死と復活に結び合わされているのだ。これはつまりイエス様の古い体が十字架で死んで新しい体でよみがえったように、信徒の古い体も、イエス様と共に十字架で死んで新しい体に変えられているということです。私たちもね、全然変わってないように思うかもしれません。イエスも信じた前と後と全然こう変わりがないなと思う人たまにありますけれども、御言葉ははっきりと、私たちの古い肉はイエス・キリストと共に十字架につけられた。私たちはもはや、肉によって生きているのではない、イエス・キリストを信じる信仰によって生きている、新しく生まれ変わっているということを教えています。これは霊においてもまた肉体においてもやはり同じです。肉体も、イエス様を信じる前は、ただ朽ち果てるのみでした。しかしもはやイエス様と結び合わされていますので、イエス様の復活にも結び合わされています。非常に大事なポイントになりますね。そしてイエス様と合わされている、イエス様の体と合わされている、つまりこれはイエス様の体の一部分なんですよということをここで教えられています。私たちは自分の体っていうふうに考えますが、神様の御目から見たときに、私たちの体はもはやイエス・キリストの体の一部であって、自分だけのものではない、そのことをここで教えています。非常に大切な真理ですね。ですから不貧困によって罪との関わりを持つことは絶対に許されない。イエス様に罪を犯させるような、そのような体の使い方をしてはいけないのだということがここで言われています。そして信徒は主と交わって一つ霊となることが命じられています。パウロはこのコリントへの手紙の中で繰り返し繰り返し語っていることがあります。それは信徒は全ての罪が清められているということです。確かにこれだけ問題を持っている兄弟姉妹でありましたけれども、彼らのことを聖徒だと呼んでいます。聖徒だ、神様の民なのだということを繰り返し言っていますね。そのように信徒は全て罪が清められている、だから信徒のうちには罪がないということをもう一度思い出しなさい。イエス様の十字架の許しは完全である。
あなた方はイエス・キリストを信じたことによって全ての罪が清められています。もはや罪はありません。あなた方のうちに罪はありませんということをもう一度思い出しなさい。そのベースがあるからこそ様々な戒めが出てきます。そして注意してほしいことはこの後に出てくるんですね。確かに内側には罪はない、罪は体の外にあるんだということです。罪は体の外にあります。ですからその外側とどのように関わるのかということが大切です。もしも自分からその外側にある罪と関わりを持つなら、あなた方は神様との関係が悪くなりますよ。だからその罪を離れなさい。そのようにパウロは教えているんですね。コリントの信徒はこの肉体はいくら汚れたとしても、どれだけ罪を犯したとしても霊的には関係ないと考えていました。非常に都合の良い考え方ですね。落ち着いて考えるとそんなことでいいのかなと思いますけども、肉体は肉体、大切なのは霊だから、霊的に悪を行っていなければいいんだ、そう思っていたんですが、自分のものと思っていたこの体、これはもはや自分のものではない、神様から受けた聖霊の宮だ、そのようにもう一度教えています。これは私たちの話ですね。聖霊の宮なんだ。パウロは私たち信徒の体はキリストの体の一部であり、そして聖霊の宮であると教えています。体を汚すということは聖霊の宮を汚すという罪を犯している。だからそんなことはあってはならないのだということをここで教えています。パウロはコリントの人たちは体はどうでもいいんだって思っていたかもしれません。しかしあなた方の体はとても大切なんですよということを教えて、最後にですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、そのように命じています。そして今日私たちもこのところからパウロが命じたように自分の体で神様の栄光を表すということをしっかりと覚えたいと思いますね。今日のところでは不貧困の罪について警告されています。ですが同じ原則に立って考えるなら、暴飲暴食ですとかね、薬物依存とか体に悪いということを知りながら悪い習慣をやめようとしない、これも聖霊の宮を汚すことにつながるんだ、イエス・キリストの体を汚すことになるんだということを私たちは覚えなければならないなということです。私たちもね、このコリントの教会のこの兄弟姉妹を見て、この人たちは情けないなと思うかもしれませんが、広い意味でしっかり捉えていくと、どれだけ聖霊の宮を大切にしてきたかな、キリストの体だって自覚して行動してきたかなということを思うときに、とてもコリントの信徒をバカにすることはできないなと思わされますね。私たちの体は罪のために死んで朽ち果てるものだったにもかかわらず、代価を払って買い取られたんですね。イエス様の十字架の血潮という代価を払って買い取られました。そしてイエス様の十字架の死と復活に結び合わされて、朽ちないものに変えられているということを今日もう一度覚えましょう。もはや自分の体ではない、
自分のものではない、主のものです、主のものです、聖霊の宮です。そのことをはっきりと覚えましょう。そしてそのことを覚えた上でさまざまな奉仕を行っていくということです。ただその時も全力で行うこと大切なんですが、自分に与えられた体を管理すること、それも大切だということを忘れないでおきましょう。時々自分の体を変えられずに無茶してしまうことあるかもしれませんが、今日教えられたとおり自分の体だからって思わないでください。主の体です、聖霊の宮です。壊れるって分かっているのに無理をしてはいけません。主が与えてくださった大切な体を大切に大切に自分でもしっかりと意識して、メンテナンスをちゃんと怠らずに、無理をさせずに、そして、神様の栄光のために用いていくことが大切ですね。神様は私たちに無駄なものを何一つ与えるお方ではありません。神様が与えてくださるものは全て良いものです。太陽の恵みも水の恵みも、そして命も、この体も神様が与えてくださったものであり、何一つ無駄なもの、悪いものはありません。何一つ自分勝手に使って良いものはありません。神様、私たちの体も大切な尊いものだ、そのことをご存知だからこそ与えてくださっているわけです。そのことをしっかりと覚えて、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちもこの与えていただいたこの体を持って生活を通して、また言葉や行い、さまざまな奉仕を通して神様の栄光を表していきたいと願います。お祈りをいたします。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。天のお父様、あなたの尊い皆をあがめます。私たちの体はもはや自分のものではありません。あなたが与えてくださったものであり、またイエス・キリストを信じる信仰によってイエス様の十字架の死と復活に結び合わされ、朽ちないものに変えられる尊い体であるということを、聖霊の宮にしていただいていることをもう一度心から感謝いたします。そのことを忘れ、つい自分勝手に、体を用いてしまうことはありますけど、どうぞそのようなことをこれからすることはないように、与えられた恵みに心から感謝して、この体を通して神様の栄光を表すものとしてください。主よ、今日の御言葉の恵みをありがとうございます。この恵みを心から感謝し、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。